ワン火曜日夜9時、この時間は川光愛のアニマルカンパニーをお届けします。この番組は猫好きの私川光愛がその輪を広げ、猫以外の動物もめでながら、動物好きとそうじゃない人も巻き込みつつお届けする番組です。また FM コザでは月曜日お昼1時から再放送でお届けしています。ということで FM コザでお聞きの皆さんはこんにちはの時間帯でございます。 FM ギノワンでお聞きの皆さんはこの後9時55分頃までお付き合いください。よろしくお願いします。今夜は久しぶりに、久しぶりって言いましたもんね、みーちゃんともね、ロッキーとも久しぶりです。久しぶりの生放送です。ニューストリームとツイキャスで映像と音声配信してます。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらでもお楽しみください。ということでツイキャス早くも入ってきていただいてます、ありがとうございます。じゅんさんから、あいちゃんこんばんは、こんばんは、いつも一番乗りでありがとうございます。あ、今来たよ、はじめまして、リスちゃんです、ハート。はリスちゃんはギノワンのリスナーさんですか、なんて可愛いんだ、リスちゃんです、よろしくお願いします。そしてシロさん、引き続き聞きますと、あ、ありがとうございます。前の番組から引き続きということですかね。あつおって何、あシロさん、あつおって何、暑いってことですか、寒いよ、今日すごい冷えましたよね、ね、ものすごい寒くなった。あ、今みーちゃんとアイコンタクトを取ったんですけど、前髪を切りすぎたらしいです私も切りすぎた一緒です、前髪切りすぎです。ロッキーは切ってない、あ、横切った、めっちゃ切ってる、みんな、なんか髪切ってる、なんかあったんですか、なんもないの、ロッキーなんかちょっと色気づいた髪型に、そんなことない、みんな髪を切ったアニマルカンパニーです今日はあ、シロさん熱い男ってことですか、謎だな、熱男、熱男、あ、熱男、そういうことか、ちょっとまだつかみづらいね、シロさんをハッチーさん、ハッチさんか、こんばんは、お初ですと、ありがとうございます。お初来ていただいてますね、ぜひぜひ皆さん、今夜もアニマルカンパニーお初の方多いですが、ぜひお聞きください。断髪ブームですか、リスちゃん、そうらしいです、前の番組のケイちゃんも切ったって言ってましたから、断髪ブームですね、なんだろうね、失恋の季節だからですかねそういうわけじゃないよね、前髪は適当に切るよね、いつもねあ、曲流しついてもらったらありがたいです。はい、この番組、動物と暮らすをテーマにお届けします。川光愛のアニマルカンパニー、募集中のメッセージテーマはアニマルエピソード、皆さんの動物のエピソード、まあ身近な動物でもいいですし、道端で出会った動物とか、あと動物園とか水族館とか、まあ水族館は動物なのかっていうのもあるけどまあお魚ですが、生き物ってことで、ちょっと大きな括りでぜひアニマルエピソード送ってきてください。そしてアニマル大喜利もやってます。今のお題は、うちの子が喋った、さて何と言った、でございます。まあ飼ってる方も、動物飼ってる方も、そうじゃない方もぜひ妄想に妄想を膨らませて送ってきてください。このうちの子が喋った、さて何と言ったは、今日でこのお題終了となります。今決めたいや、そろそろ結構やったなと思って、また来週からは違うお題でいきたいと思いますので、今日までアニマル大喜利はうちの子が喋った、さて何と言ったでお届けします。まだ送ってない方、もしくは今思いついたよっていう方もぜひ送ってきてください。メールアドレスはanimal@fmginowan.com です。 animal animal@fmginowan.com までお待ちしています。そして生放送ではトークテーマ設けてます。3回目です、まだ設けて今夜のトークテーマは、さっきもちょっとちらっと話し出したけど、動物園と水族館ということをテーマにお届けしたいと思います。まあ動物園と水族館って言ったらね、普段見れない動物、お魚が間近で見れる、そして野生の姿で見れたりとか、その生態も知ることができる、とてもいい場所だと思うのですが、はてさて、動物、お魚の展示ってどう思いますかということを、今日はちょっとトークテーマにしたいなと思います。まあ、いい面もあり、動物たちにとっては、まあ、どうなんだろうかなっていうことを今日はお話ししたいなと思います。今日
今日のトークテーマ、動物園と水族館です。こちらツイキャスのコメントでもお待ちしてます。もちろんメッセージで送っていただいても大丈夫ですので、どしどし意見お待ちしております。それでは今夜もアニマルカンパニー、この後夜10時前までぜひお付き合いください。アニマルカンパニー、この番組は NPO 法人ワンズパートナーの会、つなぐ沖縄の協力とペットボックス沖縄の提供でお送りします。川光愛のアニマルカンパニー、ペットボックス。ペットボックスではお得な特典をご用意しております。無料フード交換サービス、1週間の生態保証、毎週日曜日午後3時まで 5% オフ、地域限定無料配達、快適なペットライフのためにお近くのペットボックスへ。沖縄のラーメンなら屋台赤道ラーメン、中部で生まれて25年、醤油に味噌に豚骨塩、新食感の極太つけ麺、自家製麺で歯ごたえしっかり、餃子にチャーハン、お得なタイムセールもバッチリ充実。グループ圏内8店舗、どこでも美味しさ味わえます。ごちそうさまでした。屋台赤道ラーメン。ペットボックス。ペットボックスではお得な特典をご用意しております。無料フード交換サービス、1週間の生態保証、毎週日曜日午後3時まで 5% オフ、地域限定無料配達、快適なペットライフのためにお近くのペットボックスへ。アニカ、アニマルカンパニー、川光愛がお届けしています。今夜は生放送です。生放送のトークテーマは、今日は動物園と水族館ということでお届けしたいなと思います。なんでこの動物園と水族館にしたかと言いますとですね、私が今年の初めに行った、ほんと1月2日ほんと初めに行ったサンシャイン水族館という東京の池袋の水族館がありまして、この番組でもね話をしたんですけども、すごい楽しかったわけですよ。でアシカがね、空中の水槽、いや浮いてるわけじゃないんですけど、なんかね空を見上げて、わ、説明が下手だ。ドーナツ状になってる水槽があって、それが空中に浮いてるように見えないけど、なんていうのなんて言うんでしょうか。この間すごく上手に説明できた気がするのに。サンシャイン水族館のホームページ見たら、きっと目玉の水槽だからすぐわかると思いますっていう、みんなのこのググル感に委ねました今。とりあえずこの大きいドーナツ状の水槽にアシカがいてね、ぐるぐる回ってて、それが人より高い位置に設置されてるんですね。それがすごい綺麗で、晴れてたし昼間に行ったから、日差しとこの空とアシカが泳ぐっていう、まあ途中でもう寝ちゃってたんですけど、止まってね、すごい可愛かったんです。でそこのサンシャイン水族館のね、あ、透明な筒の中を泳ぎますね、じゅんさん、そうです、透明な筒の中を泳いでました。で、そこのサンシャイン水族館のラッコが2月いっぱい。あ、今日3月1日なんですよ。3月初めです、皆さん。だからなんだって感じですけど。あ、県立高校の皆さんはご卒業おめでとうございます。そうだね。もう何年前かな。あ、話がおかしなところに行く。サンシャイン水族館のラッコですよ。ラッコが2月いっぱいで、展示終了になったというニュースを見まして、私もラッコを見たんです。その時は1頭しかいなくて、なんかね、つがいの女の子だったかな、もう亡くなっちゃってたらしくて、その時1頭しかいなくて、でその子ももう展示終了で別の水族館に移動になるそうなんですね。っていうのも、ラッコは絶滅危惧種にされていて、しかも繁殖するのも難しいし、繁殖力も、まあ、ちょっと弱いというか、最近はね、ラッコも草食系になってるらしいんですね、男の子が。ロッキーはそんなことない？髪も切って肉食に行ってますか？首をかしげてます。なんかね、草食系男子、ロールキャベツ男子とかなんか、いろいろあるよね。なんかよくわからなくなってくるけど、ラッコにも草食系っていうのが出てきてるらしくて。なかなか繁殖しないんですって。なので、まあ絶滅危惧種ですし、繁殖も難しいってことで、
サンシャイン水族館には1頭しかいない。だから別の水族館で繁殖を目指しましょうということで、移動になるからラッコがいなくなるので展示終了ということで、今日からはもうラッコがいないんだと思うんですけど、私ね、水族館見に行ってすごく本当にすごく楽しかったんだけど、お魚とかまたラッコがね、この水槽の中を延々と泳いでるっていうのは魚的にはどんな気持ちなんだろうかと思って、ジュンさんもテレビで見ましたとつぶやいてくれてますね。ラッコの繁殖が難しいみたいですね。リスちゃんもサンシャインからラッコがいなくなる、そうなんですよ。あ、ジュンさんから、サンシャインのラッコは若いオスだったと思います。草食系なんだよきっとこの子。で、このラッコがいなくなるっていうニュースを受けて、で絶滅、あ、展示始めた時はそういう絶滅危惧種にされてるというわけじゃなかったみたいなんですけど、展示がされてから何年か経ってっていうことなのかな。どうなんでしょうね、この動物と水族館の、まあ、展示っていうのもなんか不思議な気がするよね。だって生き物だもんね。一緒に暮らしてるわけでもなくて、でも飼育員さんとかはすごく愛情を持ってね、動物とかこの水族館のお魚とかを飼育されてるわけじゃないですか。で、私これをテーマにしたのは動物園も水族館も好きだからなんです。だけどどうなんだろうなって思いながら、でも間近でこういう生態が見られるっていうのはなかなかね、海に潜って果たしてラッコに出会えるのかとか、ラッコってそもそもどこにいるの？海にいる？そうじゃないよね絶対違うよねどこに行ったらラッコに会えるんでしょうとか、クジラとかイルカとかは会えるスポットがありますけど、それでもなかなかね難しかったりしますし、近くまで、水族館ほど近くで見るのはなかなか大変だと思うんですよね。まあクジラはいないけど水族館に。だからとても好きなんだけど、どうなんでしょうか動物園。沖縄で言うと、沖縄子供の国に動物がいますし、あともうメジャーになってますけど、美ら海水族館はもちろんね、水族館、大きなジンベエザメが大きな水槽で見れる、あそこもすごい素敵なんですよね。あの水槽のメインの巨大水槽の横にカフェがあって、そこでもお茶を飲みながらゆっくりしながら魚を見ることができるっていう、とても素敵なんですよね。あ、ラッコイコール池なの？池？池？池にいるの？ちょっとラッコの知識が薄いんだけど、まあ水族館ね行きますよ。私今年初め2回行きましたし、あと品川のアクアパークだったかなの水族館も行きましたし、そこはイルカのショーが本当に綺麗だったんですよ。水と光とイルカのコラボレーションっていう感じで、すごく綺麗だったんですけど、イルカもね本当にすごい、なんていうの、回転するんだよね。なんかトリプルアクセル的な感じでイルカの巨体が回転したりするんです。でそれも笛の合図とか、このトレーナーさんの手の合図とかでやるでしょ。本当に知能が高いな、すごいなと思うんだけど、イルカとかそういうお魚とか、動物園で言うとゴリラとかもいるでしょ。で最近だと触れ合いってことで、最近だとっていうかウサギがいることも多いですし、触れ合える動物ってことで馬だったり乗馬体験とかもできますもんね。だからそういう動物たちはどんな気持ちなんだろうなぁと思うんだよね。でも動物園で生まれた子たちもたくさんいるから、そういう子たちは動物園しか知らないわけですよね。だから野生のあの広大な悠々とした草原の中で暮らす方が幸せなんじゃないかみたいなことも思うけど、それを知らないから、それにね、あの外敵もいないわけですから、動物園とか水族館は、まあ、たまに水族館でなんかあったよね、最近サメがサメ食べたみたいな、
見たニュース、みーちゃんがすごいうなずいてる。あれなかなか衝撃的な映像でしたけど、そういうことねなかなかないらしいんですけど、海外だったかな、あれなんか中国とかだった気がする。あれ日本だったっけ、ちょっと曖昧だけども、そのサメがサメを食べてしまったっていう、で消化しきれないから結局吐き出すっていう、なんかね何のために、まあなんかでもちょっと怒らせちゃったのかもしれないよね、その食べられたいサメは。まあそういう危険もというかトラブル的なものはたまにあるかもしれないけど、水族館と動物園の方が安全だったり、ご飯もたくさんもらえるけど、まあ動物の言葉がわからないとどっちがいいかよくわからないよね。幸せそうにも見えるし、なんかずっと中にいるのも大変そうにも見えるし。ジュンさんから、イルカも捕獲が厳しくとか。そうですよね。ユーミーさんから、愛知県のユーミーさん、こんばんは。車で10分くらいのところに大きな動植物園がありますが、最近行ってないなぁ。まあ、近いとなかなか行かなかったりもするよね。私も美ら海水族館ね、数えるぐらいしか行ってない。あとお仕事で取材とかで行ったりとか、撮影で行ったりとかは結構あるんですけど、見に行ったのは好きなんだけどね。遠いしなぁ。沖縄で言ったらね、名護ってすごい遠く感じるんだよな。電車で1時間とかだったら全然平気で乗っていくんだけど、車運転して名護とか本部に1時間行くと思うとなんか遠く感じるんですよね。不思議。ユーミンさんからもう一個、近くの動物園、豊橋動植物公園なんですが、ラッコいますと。あ、へえ、そうなんだ。東京都内からはね、サンシャインの水族館のラッコがいなくなっちゃったから、都内からラッコが消えるなんてニュースでやってましたけど。リスちゃんから、品川プリンスホテルの水族館と遊園地は素敵です。遊園地もあるんだ。遊園地も好きなんだけど、遊園地行ってないです。品川プリンスホテルの水族館がアクアパークかな、ホテルの横にあったからきっとそうな気がする。もう一個、リスちゃんから、シロクマも子供のシロクマ食べるよ。え、これどういうこと？なぜ？そうなんだ。なんでだろう。なんか栄養？いや食べないよね。え、どういうことだろう。衝撃の。白熊も子供の白熊食べるような後の絵文字が全然合ってないんだけど、ディスちゃんはどんな気持ちでこの絵文字に、なんか美味しいよみたいなマークが載ってるけど、これで合ってるの？合ってるのこれ。ハイビスカス妖精さんからありがとうございます。ハイビーって書いてある。サメといえば、先週残波岬で釣りをしている時に自分の釣りの餌にトモグしてきてびっくりしました。え、サメ釣ったってこと？魚が魚食べたってことか？びっくりするね、それはね。サメ釣ったら怖いもんね。サメを食べたってニュース。あ、茨城県なんだ。そうなんだ。中国の何だったんだろう。大洗水族館。っていいのかな？はあ、ありがとうございます、じゅんさん。調べるのが、早し。助かります。いや、どうなんだろうね。動物園も最近は行ってないな。子供の時は、でも、子供の時で考えると、やっぱ動物園見て、あ、こんな動物いるんだとか、こういうご飯食べてるんだなとか、なんか餌やりで動物と触れ合ってっていう体験があったからこそ動物が好きなのかもしれないし。だからね、この檻に入れてるのがいいのか悪いのかわからないけど、何日か前に海外の水族館動物園のランキングっていうテレビの特番がやってて、それ見てたんだけど、海外の方がやっぱり野生に近い感じで飼育してるところが多いんですね。日本ももちろんそういう水族館とか動物園あると思うんですけど、土地の面積が違うもんね。アフリカとかさ、広いじゃないか。
アメリカとかヨーロッパの方とか、どこの水族館だったか忘れちゃったけど、あ、動物園か、ゾウの泳ぐ姿が見られるっていうところがあって、これは結構衝撃的な映像でした。大きな水槽に池というか水が張ってあって、ゾウが水に入る瞬間、そして泳いでるっていうか、すごい巨体なんですよ。本当大きいゾウを、大人のゾウが泳いでるんですよ。その映像すごかったです。そういうのって絶対ね、水中の映像とか特に野生でゾウを見に行っても見られないから。でも見たいっていう欲求も、人間の見たいっていう欲求というか、見てすごいなとか、なんかこうやって間近で見れるって勉強になるなみたいなことって、人間の欲求でしかないですからね。動物にメリットがあるかというと、そうでもないのかもしれないので、いいのか悪いのかっていう結論は出ないけど、でも動物園と水族館は好きです。あ、ハイビーさんからで、ハイビーさんでいいのかな、アイちゃん、チュラ海以外にイルカと触れ合える漁港って知ってるかな。なんかね、あった気がするよ。沖縄にあるのかな、なんか泳げるみたいなのをね、どっかで見たんだよ。イルカと泳ぐって一回やってみたいですよね。ちょっと後で調べるね、ハイビーさん。なんかあった気がする。沖縄にあるのかな、でも。誰かもし知ってる方がいたら。あ、あるってことこれ。あ、すぐ近くだよって。あ、ハイビーさん、あるってことなんだ、これ。私が知ってるかってことか。そこの場所の名前は知らないんですよね。イルカと触れ合える漁港。チュラ海水族館の近くにあるんだ。はぁ。いいな、いいな。泳いでみたいです。エヴァじゃない方のシンジさんから、シンガポールのナイトサファリはいろいろな動物見られてよかったですよ。やっぱりいろいろ見れるといいよね。いいよねって思うのは人間なんだよね。動物は動物の展示見ないもんね。でも、テレビで動物もののなんか何かやっていると、うちの猫とか見たりするよ。猫の声とか。まあ見て別に、他の動物ってこうやって生きてるんだっていうことは思ってないと思うから、なんだろうね。今日は生放送のトークテーマ、動物園と水族館でお届けしています。時間があったらこの後番組の後半でもこのトークテーマでお話ししたいなと思います。まだまだメッセージも募集しております。メールアドレスはanimal@fmginowan.com です。メッセージお待ちしています。川光愛のアニマルカンパニー、アニマルニュース。さて、ここでは気になった動物ニュースを、動物ニュースを紹介しますということで、沖縄タイムスさんのウェブのページなんですけど、ベストショット120枚猫の日写真特集というのがありました。猫の日、先週の2月22日、にゃんにゃんにゃんの日でございますが、猫の写真を募集してました。猫の日にちなんで。で、私もリツイートしたんですよね。そして猫の写真を応募したかったんだけど、送信ミスで送れてませんでした。すごい残念。送られてきたやつ全部掲載されたらしくて、送りたかった。掲載されたかった。すごく残念です。次あったら送ります。次って来年かな。潤んだ目、愛らしい表情を見ると思わず頬が緩んでしまうほど魅力あふれる猫ということで、ぜひ沖縄タイムスさんのホームページ行ってみてください。ベストショット120枚が見られます。猫の日写真特集、もうね、みんなすごい可愛いです。身を寄せ合ってる猫の写真とか、本棚の前にいる猫とか、道端にいる猫とか、寝っ転がってる猫とか、いろいろです。ひっくり返ってる子もいました。みんな可愛いんだよね。面白い写真から、癒される写真から、なんだこれという写真から、120枚いろいろ載ってました。ぜひ見てみてください。沖縄タイムズさんで気になったニュース、もう一個ありました。これね、今日のトークテーマにちょっとだけ絡んでくるというか、なんですけど、動物たちも祝福、沖縄東南植物楽園で結婚式っていう見出し。すごい気になりました。
沖縄市の東南植物学園で27日に結婚式が行われたそうです。ウサギやゾウガメ、インコなど総勢11種類20匹の動物が参列したということで、動物たちが参列っていいよね。この新郎新婦のお二人が東南植物楽園で動物の飼育を担当する方、そして新婦さんは沖縄市で酪農に携わっているそうで、でこの飼育係として働いていた県内の動物園で出会って交際されたということで、このお二人動物が好き、そして出会いにちなんでということで東南植物楽園で結婚式挙げられたようです。でね、すごい面白いのがヤギのノネちゃんがリングガールを務めたと書いてあってどこに刺してたのかな、角のあたりにリングを刺したんでしょうか。このお二人の結婚式を盛り上げ祝福したようです。動物たちもこうやって見るとやっぱ動物たちを身近に感じられるし、触れ合ってで一緒に生きていく、動物たちと共生するっていう、一緒に共に生きていくっていうことをより近くに感じられるから、やっぱりこういう動物園水族館っていうのもいいのかななんてこの記事で思いました。ジュンさん大変なツイート、食べられちゃうヤギってヒージャ汁とかにはならないです、大丈夫だよ、リングガール務めた後にその後潰しましょうみたいなことにはならないです、さすがに衝撃コメント。そしてもう一個、これもぜひね、あのネットニュースで見てほしいんですけど、これはちょっと触りだけ、国頭の森林を世界遺産登録へということで今動きがあるようです。詳しくはぜひ皆さんホームページでチェックしてみてください。沖縄タイムズさんの記事で載っておりました。世界遺産登録されたらね、もっと保護をするっていう動きが強まると思うので、このヤンバルクイナもいますが、ヤンバルクイナを野良猫が捕獲するっていうか、なんか食べちゃうってか襲ってしまうっていう事件もあったりするっていうのも聞いたので、そういうなんかいろんな動物たちに良くなるような動きにこの世界遺産登録されたらなればいいなと思います。そして琉球新報さんからね、気になったニュースがあったんですけど、これね動物に入るかなと思ったけどちょっと面白かったので、県の長制定へ、県民の会過去過小今日発足ということで、何のこっちゃという感じでございますが、県歌とか県の魚とか県の虎、県の鳥っていうのが、県の虎ってなんだ県の鳥とかいろいろありまして、県のお花はデイゴで、県のお魚はタカサゴ、県の鳥はノグチゲラなど決まっておりますが、県を象徴する蝶々まあ決まってないということで、首里城下に蝶を飛ばそうの会の会長で県民の会設立発起人の会大城さん、大城代表の方が、大城さんというこの代表者の方が県の蝶を制定するというふうに動きを見せているようです。県の蝶ってなんだろうね、蝶々の種類でその沖縄を代表する蝶々がいるってことですよね。これちょっと気になったので、今後もちょっと要チェックしていきたいなと思います。蝶王国として沖縄を盛り上げていきたいと、すごいね。あ、日本には約250種類の蝶がいるが、その 60% 約150種類が沖縄にいるそうです。そんなにいるんだね。沖縄めちゃくちゃ蝶の種類多いじゃないか、知らなかった。で、この蝶を制定するために県民の会を発足し、発足式にはぜひ多くの県民に参加してほしいと呼びかけているそうです。今後も動きチェックです。ちょっと気になるね。そして一番とても嬉しいニュース。こちらも琉球新報さんの記事で見つけました。政権をしつけ、譲渡増を目指す。県児童福祉施設と連携という見出しがついておりますが、これねとてもいい動きなんですよ。犬猫の殺処分を減らす取り組みの一環で、4月以降県内の児童福祉施設と連携して生犬のしつけを行い、譲渡率を上げる取り組みに着手すると。沖縄県がで、県内の犬猫の殺処分数は2008年度の約1万頭から14年度には約4200頭まで減少している。減少してるって言うともう相当多いですよね。
まあ、最終的に殺処分数ゼロを目指すということで、この取り組みが行われるそうです。県のね、児童福祉施設と連携して、提携して、収容されている、県の沖縄の動物愛護センターで収容されている犬のうちの成犬、まあ、子犬とかはね、譲渡率が高いらしいんですけど、やっぱり大きいワンちゃんとかは、なかなかね、引き取り手が見つからないと。いうことで、このワンちゃんたちのしつけをこの児童福祉施設の子どもたちがトレーナーの方と一緒にしつけをして、そして譲渡率を増やすと、譲渡率を上げていこうという取り組みなんだそうです。子どもたちがね、犬に触れ合う、犬のしつけを学んで触れ合うという機会もとてもいいなと思いますし、で、成犬の譲渡率やっぱり低いっていうことがあったので、それが上がる可能性があるというこの取り組み、すごくいいなと思います。殺処分数ゼロを目指すには、センターでの引き取り数を減らし、譲渡率を向上させることが課題だと。この動きもぜひ今後も見ていきたいなと思います。4月以降っていうことなのでね、これがいい方向に行けばいいなと思っております。琉球新報と沖縄タイムズさんのウェブニュース、今回見てお届けしたんですけど、アニマルニュースね、こうやって私が気になったやつをお届けしたいなと思っているので、ぜひ皆さんも気になったアニマルニュースあったら送ってきてください。あー、後々ヒージャージュルになっちゃうヤギとか書かないでください。ハイビスカスさん、ならないよ、大丈夫、祝福してたそうなのでね。ぜひ皆さんもアニマルニュース気になったものを送ってみてください。そして今回紹介したニュースも沖縄タイムズさん、琉球新報さんのホームページでも見れますのでね、全国各地どこでも見れます。ぜひ皆さんチェックしてみてください。以上、アニマルニュースでした。アニカン。ペットボックス。ペットボックスではお得な特典をご用意しております。無料フード交換サービス、1週間の生態保証、毎週日曜日午後3時まで 5% オフ、地域限定無料配達、快適なペットライフのためにお近くのペットボックスへ。アクアバンクのサーバーに水道水を注ぐだけでミネラル水素水に大変身。月額3980円で使い放題、飲み放題。フリーダイヤル0120-81-0432。はい、おいしい水、アクアバンク沖縄まで。あー、おいしい。ペットボックス。ペットボックスではお得な特典をご用意しております。無料フード交換サービス、1週間の生態保証、毎週日曜日午後3時まで 5% オフ、地域限定無料配達、快適なペットライフのためにお近くのペットボックスへ。川光愛のアニマルカンパニー、アニカン川光愛がお届けしています。ロッキーがね、ミキサーのロッキーがやりましたよ。素晴らしいですよ。脱稿について調べてくれました。なんか今日すごく知識がうろ覚えすぎて何も伝えられなかった。脱稿について、ラッコはどこにいるのかっていうのをね、ラッコは最も遅れて海の生活を始めた哺乳類動物、ボードに書いてくれております。そうなんだ。生息地は千島列島からアデューシャン、アラスカ、冷たく寒い北太平洋の沿岸にいる。イラスト書いてくれたんだけど、ツイキャスとかユーストの方は見えるかな、かろうじて見えるかしら。あのね、カナダとロシアの間。広いだろって感じですよね。ここって書いてくれてるんですけど、ぜひちょっと気になった人調べてみて、ラッコの生息地。冷たく寒い北太平洋の沿岸だそうで。ロッキーが書いたここっていうのはロシア寄りですね。ロシア寄りの沿岸に生息してるらしいよ。で、イルカと泳げるところも調べてくれました。さっき話題に出てたルネッサンスリゾート沖縄ドルフィン&フィールドプログラムというのがあるそうです。あと元部元気村にドルフィンプログラムがあるそうで、2カ所もあるんだね、沖縄ね。知らなかった。え、行ったことある？ないですよね。みーちゃんもない？これ行きたいな。ちょっとロッキーさん、いつもながらグッジョブってユーミーさんから。いえいえ、そんなそんなって感じになってます。謙遜謙遜。
へえ、行きたいね。ルネッサンスリゾート沖縄と本部元気村にイルカと泳げるところだそうです。ぜひこれもチェックしてみてください。私もチェックしよう。これありがとうロッキー。ごめんなさい、マイクが落ちたよ。ちょっと雑音が入ったかも。失礼失礼。おお、大丈夫？はい、大丈夫ですか。失礼しました。ああ、すごいね、ロッキー。ありがとう。とてもありがとう。いい情報を皆さんにお伝えできたような気がします。ということで、ここで一つ、つなぐ沖縄さんからのお知らせもお届けします。つなぐ沖縄は、一人でも多くの人を知る、考えるきっかけ作りを目的とした啓発活動を軸として活動しています。犬猫の殺処分数ゼロを目指して。ということで、つなぐ沖縄さんからイベントのお知らせです。犬猫殺処分数ゼロを目指して、人と動物、人と人、未来へつなぐ、つなぐフェスボリューム1が開催されます。いよいよ今月になりましたね。3月20日日曜日午前11時から午後6時予定しています。場所は那覇市のにぎわい広場にて。このつなぐフェスボリューム1では犬猫里親会同時開催を予定しています。里親会は午前11時から午後3時を予定しているそうです。保護犬の里親会は NPO 法人ワンズパートナーの会さんが、保護猫の里親会は沖縄ワンニャンの会ミューさんが行う予定です。その他音楽ライブや飲食などなど物販もいろいろあるそうなので、ぜひ皆さんお出かけください。県内で活動している動物保護団体さんへの寄付を集めるために出店者様を募り、出店料と運営費を除く全額を物資に変えて寄付をしますということで、参加者の皆さんにも楽しみながら動物愛護に参加できるように、さまざまなお店に出店していただく予定です。ぜひ皆さん、保護犬猫のことを知って動物愛護気軽に参加できるということで、このつなぐフェスボリューム1、足を運んでみてください。今月3月20日日曜日、那覇市にぎわい広場にて。詳しくはつなぐ沖縄さんのフェイスブックチェックしてみてください。よろしくお願いします。私も3月20日行ける予定が立ってきました。うわ、行きたいんだよね。行きたいんです。みんなもぜひ予定を空けて遊びに行ってください。皆様どうぞよろしくお願いします。以上お知らせでした。アニカン、アニマル大喜利。さあ、今のお題はうちの子が喋った、さて何と言った？で募集しております。先週ね、アニマル大喜利読めなかったんですよ。紹介できなかったので、先週いただいた分も含めて紹介したいと思います。このお題今日が最後になりますので、ぜひ皆さんツイッターでもツイキャスの方でも大丈夫なので送ってきてくださいね。今夜の1個目はアニカネーム青に夢中さん、ありがとうございます。アニマル大喜利、うちの子が喋った、さて何と言った？光物好き。食卓の上で豚肉パックを前足で踏んで、サバの刺身パックの匂いを嗅いでいる猫。見つかると口を少し開いて、声になるかならないかぐらいで、ちょうだいと言わんばかりに、にゃーの一鳴き。パックを破ると怒られるのが分かっているようで、手でつついたり、鼻先でクンクンの繰り返し。結局は、ご飯時間前に一切れ二切れあげることになるんですけどね。猫好きなら分かりますよね、愛社長。光物好き。もう、お魚とかね、大変だよね、刺身食べようと思ったらね。寄ってくる寄ってくる。あげられないのもあるからね。なかなか、うちはキャットフード以外はあげないことが多いけれど、うちのエリカ様には。いいね、でも美味しいだろうね。いい飼い主です。青に夢中さん。続いて、アニカンネーム、ハニ太郎さんから。アニマル大喜利、お題、うちの子が喋った？さて、何と言った？ハッサ、ゴーバチめっちゃ混んでるさ。全然前に進まんよ。外を散歩している犬の一言。道も混んでる？歩道も混んでるのかな？もう一個ハニ太郎さんから。うちの子が喋った？さて何と言った？先頭を走ってるのが、生き別れた私の兄です。競馬場で走ってる馬を見たヤギの一言。絶対違うさ。絶対違うよ、これ。
馬だからね、きっと生き別れたお兄さんではない気がします。そういえばツイキャスの方でも最初の方に来てたので、アニマル大喜利どこだったかな、あった、リスちゃんからだ。うちの子が喋った。さて何と言った。おお、一年中カリカリ食わされる気持ちわかんねえだろうな。いや、さぐれてる。ごめん、今すごいエリカ様の言葉かなと。キャットフードほとんどなので。キャットフードばっかりだけど健康に気を使っているんだよ。そんなこと言わないでくれ。続いてアニマル大喜利、アニカンネームじゅんさんからいただきました。ありがとうございます。お題、うちの子が喋った。さて何と言った。花沢さんじゃなく香里ちゃんにパーリー誘って欲しかったな。お、今日は猫の日。あ、猫の日ね、先週いただいたやつだから。密かにこの日を楽しみにしていたオスの猫が一言、花沢さんじゃなく香里ちゃんにパーリー誘って欲しかったな。サザエさん風に書いてみました。っていうことはもうカツオくんだよね、オスの猫ってことだから。花沢さんいいお嫁さんになると思うけどな。ダメかしら。この方からも来ております。長くないかな。あ、長くない、意外。ちょっとこれね、あの若干字数があるのでエコー大丈夫です。この人この人って。いきますね。お題、うちの子が喋った。さて何と言った。本日3月1日はミャーイの日。2月1日ミャーイの日に続いての愛ちゃんの日。皆様いかがお過ごしでしょうか。こんばんは、エヴァじゃない方のシンジです。このお題は今回で最後かな。あ、よくわかっている。アニマル大喜利ショートストーリーをお届けします。うちの子が喋った。さて何と言った。先日生まれたばかりの子猫、肉球を触るとニキュー、ニキューと嬉しそうに泣きます。肉球って言ってるみたいに聞こえるね。そんなことからニッキューと名付けられました。ニキュー、ニキュー、そのあまりの愛らしさにみんなが癒されている時です。ニッキは言いました。ニキュー、18、猫の掛け算、おしまい。なんでずっと肉を言ってたの。肉18。ちょっと猫風に肉じゃなくてニキュってニキュってなってるのが猫が言ってると思ったらすごい可愛い。すごい可愛いよ。さすがの妄想力です。エヴァじゃない方のシンジさん。ありがとうございます。いつも不思議なの送ってくるよね。あ、これはちょっとどうなのかと思いますけど、一応せっかく普通大会で送ってきていただいたので、最後にこの方。60トライブネームビンゴさん、ありがとうございます。珍しく大喜利、懸命で送ってきてくれてます。うちの子が喋った。さて何と言った。FM ギノワンとギノワンシティ FM が合併したら、ドリームステーションシティ FM ギノワンになる。もしそうなったら、なんとなくギノワンシティ FM が存続会社扱いになって FM ギノワンが解散となりそうですね。これ言うのすごいなんか微妙だよ。そしてビンゴさん、全くあの動物に関係ないっていうね、相変わらずの普通だと一緒でした。あの、あんまり正面から捉えなくていい方なので、お気になさらず。ロッキーの苦笑い。ありがとうございます。お、以上かな？紹介できたかな？大丈夫かな？ありがとうございます。皆さん、このお題なかなか上手な方が多かったです。最後に紹介したのがちょっと動物ネタじゃなくて残念でしたけど、うちの子が喋った。さて何と言ったは今日で終了とさせていただきます。ありがとうございます。またお題、ツイッターとか番組ツイッターがありますのでね、アニマルカンパニーのツイッターで紹介していきますので、ぜひまたアニマル大喜利、妄想に妄想を膨らませてぜひ送ってきてください。以上、アニマル大喜利のコーナーでした。それではメッセージいきたいと思います。今日全然読めてないからね。アニマルエピソードが来ております。いつも早めにメールをくれるアオニムチューさんから。愛社長、太陽の日差しがありがたい、ありがたい日が続いてますね。アニカンネームアオニムチューです。ありがとうございます。昔ヤギと一緒の小屋で暮らしていた
2羽のウサギ。見た目で付けた名前が、白ウサギのホワイト、茶色のウサギのブラウン。2羽とも脱走のプロで、よく小屋の壁の下にトンネルを作って脱走してました。脱走後は庭先を走り回ったり、畑の野菜の葉をつまみ食いしてました。でもちゃんと自分で小屋には帰ってきます。すごいお利口。何度かトンネルを封鎖しましたが、いたちごっこなので諦めました。何年かして親の知り合いに譲りましたが、それまでは結構楽しく暮らしてました。追伸、ウサギに蹴られると結構痛いです。あー、そうなんだ。ウサギに蹴られたことないな。小学校の時の飼育小屋で触れ合ったぐらいかな、ウサギ。うちではね、一緒に暮らしたことがないです。蹴られると痛いんだ。かわいいね、ホワイトとブラウン。脱走のプロだったんだ。うちもね、いたよ。小学校の時に飼ってた、これも話したかな、ジャックというね、ポメラニアンがいたんだけど、すんごい可愛いんだけど、ポメラニアンだから、すんごい可愛いんだけど、すんごいバカなの。でも、脱走はできるんだよね。お手も覚えないし、お座りも覚えないし、すごいバカだったけど、脱走はできるんです。で、脱走して、うちの近所のビデオレンタル屋さんの前を、悠々自適に歩いているところを、うちのおじいちゃんに捕獲され、ね、犬なのにね、簡単に捕獲されるのもまたバカだなぁと思うんだけど、とても可愛いジャックでした。脱走癖のある子は本当脱走するよね。うちのエリカ様ね、今本当脱走癖です。玄関から開けた瞬間に出るんだよね。お家帰った瞬間にもう前でスタンバってるんですよ。で、うちの前の階段があるんだけど、階段に自分の匂いをこうつけながら一段ずつ降りていくんだけど、危ないんだよね、駐車場とか出ていっちゃおうとするので。脱走癖がある子はなかなか本当いたちごっこだよね。どうにか策を練ってもかいくぐってくるんです。うさぎもいいな。続いてメッセージ来ておりますよ。普通歌も来てるのね。普通歌も交えて紹介したいと思います。こちら、アニカンネーム沖縄大好きさん、ありがとうございます。あいちゃん、こんばんは。こんばんは、お久しぶりです。沖縄、愛する沖縄のラジオリスナー、アニカンネーム沖縄大好きです。久しぶりにメッセージ出します。これからもよろしくお願いいたします。では最後まで放送ちばりよ。自己紹介しかしてないよでも久しぶりにメッセージくれてありがとうございます。嬉しいですでもいつもの自己紹介で終わったよあ、ツイキャスの方のコメントも、じゅんさんがいっぱいね、やってくれるんだよね。うちの犬も脱走したことがあります。お腹空いたので戻ってきましたが、だいたいそんなもんだよね。ワンちゃんとかね、猫ってね。猫ね、でもなかなか戻ってくるの難しいみたいなんだよね。うちの子だけかもな。でもちゃんと帰ってこれる子も帰ってくるもんね。サザエさんの玉とかさ、どうなんだろうね。うちの子だけか。続いて、あ、早めに紹介しておこう。60トライブネームからのネガポジからのおちんきんネーム、ミンゴさん。今日はまたちょっと長めだな。これ読めるかな。最近ね、最初に鍵括弧でなんか見出しみたいのついてるんだけど、これがよくわからないんだよな。今日の一番上はポール・マッカートニーです。何かがあったのかな。相変わらずいろんな芸能人の方の名前が連なっております。今回兵器言いにくいんだよなこれ。3月になりましたが、アンディ、なんか言うことあるでしょ、放送時間変更とか。あ、ここで速報です。ラジタブが今月24日の放送をもって終了することが先ほど番組内で発表されたそうですよ、というデタラメな情報がネットに載ってましたよ今危なかったよ。信じた人がきっといたよ誰だよこんなデマ流したのは。全くですね、嘘はいけないね。この後もいつものビンゴさんのメッセージが続いております。だいたいみんな雰囲気で察してね、読まないときは読めないときだよおう黙読中です。あ、いいこと書いてる。
この春学び屋を卒業した皆さん、進学就職が決まった皆さん、おめでとうございます。また来週までバイバイブーと。ありがとうございます、ビンゴさん。今日可愛い締めだったね。もう一つ、アイさんこんばんは、マーデーです。あ、これはね、今日生放送のトークテーマ、動物園と水族館について送ってくれました、マーデーさんから。結局のところ人間のエゴですよ。ですね。逆に僕ら人間が言語をなくし退化して動物になったら、干渉なんかしてる場合じゃないですよ。今を生きるのに必死になると思うので、おそらく干渉せずに食べてます。確かに天敵がいない上、餌は何もしなくてももらえる。ストレスはおそらく野生動物に比べ比にならないと思います。ただその動物園や水族館にいる生き物たちが満足しているかどうかはわからないですけど、全くその通りだよね。確かに結局人間のエゴ、まあ、人間目線で間近で見れるのはいいよねって言ってるだけだもんね。サンシャイン水族館ね、グル君がたくさん泳いでたんですよ。確かにね、でも食べてるから、食べたり見たりいろんなことしてるね、人間はね。命をいただいてるだけでもありがたいですが、グル君が群れをなしてたくさん泳いでるの見て、わーすごい綺麗って言ってる人がたくさんいたんだけど、グル君だと思いました私沖縄の友達とね、沖縄から上京してる友達と一緒に行ったんだけど、グル君がいるよって話してましたそうだよね、人間のエゴって言ったら人間のエゴになるんだよね。でも嫌いになれない。動物園と水族館の飼育員の方、とてもいい人がたくさん、取材でね見てたくさんいたので、悪いところじゃないんだと思うけど、でもマーデーさんの言う通りな気もするね。もう一つ、動物園と水族館について、アニカンネームジュンさんからメッセージいただいてます。ありがとうございます。ナイフとフォークもらってない事件を乗り越えたアイちゃん、こんばんはこれはブログを見てください、私の動物や魚の展示について、水族館では普段見られない魚や群れを作って仲間の魚が集まり、より大きく見せて外敵から守るといった生態を見ることができたりしますね。人間にとっては楽しめる、魚にとっては多分外敵はいないでしょう。動物園でも同じですが、こればっかりは魚や動物に聞いてみないと、もしかしたらここにいたいっていうのかもし、いうのもいるかもしれませんね。そして一番大変なのは飼育員さんでしょうか。僕はまだ美ら海水族館行ったことがないので行ってみたいです。子供の国は愛ちゃんがアイアンドリンのステージで行きましたね。愛ちゃん放送頑張ってくださいと。ありがとうございます。曲が流れてきたので、そろそろエンディングのお時間ですが、ジュンさんの意見もね、確かにそうなんだよね。動物の中にはここ快適ですというか、飼育員さんたちと信頼関係をしっかり築いてね、とても楽しんで過ごしていたりもするのかもしれないけれど、魚に聞いてみないとね、動物に聞いてみないと、こればっかりはですよね、本当に。どうなんだろうか。でも私、水族館とか動物園行っちゃうと思うんだよな。でも人間のエゴなんだよね、マーデーさんが言うように。人間って自分勝手だね、結局のところ。そんな私も自分勝手です。動物と暮らすことについて、この番組でいろいろ考えていきたいと思いますので、ぜひ皆さんメッセージ、またまたツイキャスのコメントもお待ちしております。ジュンさん、読んでいただきありがとうございますと。こちらこそメッセージありがとうございます。皆さんもたくさんメッセージありがとうございました。この番組ではメッセージ随時募集しております。24時間365日年中無休でメッセージを受け付けておりますので、ぜひアニマルアットマーク fmgino1.com、 animal@fmgino1.com までメッセージお待ちしております。アニマルエピソード、そして、アニマル大喜利はお題を変えますので、ツイッターチェックしてみてください。あと普通のお便り、普通お便りもお待ちしております。来週は収録放送でお届けします。ぜひ皆さんメッセージ送ってきてくださいね。今夜もお付き合いいただきありがとうございました。あ、お知らせしようと思ってたのにまた忘れちゃった。3月のね、12日だったかな、金曜日です。あ、違う、土曜日です。12日だったと思います。県外なので東京の方でイベントに出るんだけど、私のツイッターとかでお知らせします。時間がなくなった。今日もたくさん皆さんメッセージ、コメントを聞いてくださってありがとうございました。また来週です。アニマルカンパニー、この番組は
NPO 法人ワンズパートナーの会つなぐ沖縄の協力とペットボックス沖縄の提供でお送りしました。それではまた来週です。バイバーイ。